はい、どうも、よしおです。ゴーストリコン、ワイルドランズ続きをプレイしていきたいと思います。では、エルエミサリオの続きですね。これだ。では、場所まで移動しましょう。移動です。はい、では、この上にいるね、反乱軍の一士と話をしたいと思います。さあ、変に襲ってこなければいいですが、嫌な予感もするでね。バック語りに増援を要請した。一応反乱軍の人数を増やしておきましょうか。よく来てくれた。報告によるとエルエミサリオの手下が近づいている。状況はどうだ。医師と患者はできるだけ先に避難させた。薬とワクチンを積んだトラックも何台か出した。これで病院を失っても病人や怪我人の手当てはできる。俺の娘はこの病院で生まれたんだ。まさかそれをコカインラボに変えようとするカルテルから守ることになるとはな。奴らにタブーはないのか。そうだ。だから俺たちが来た。エルエミサリオの部隊はいつ来てもおかしくない。戦闘が始まる前に体制を整えるぞ。了解。さあ、意思を守れってなりましたね。やっぱり来るか。まあ来るでしょうね。反乱軍がカルテルと交戦中。援護するか。ベスト。フラググレネードだ。フラグアウト。ガンガンちょっと切る確定。おい、医者がやばい。医者がユニットのヘリだ。よくかめろ。おい、医者死んじゃったよ。やり直しだい。くそ。はい、では、やり直しをしたいと思いますよ。では、行きましょうか。今回はね、もう先に準備をしておきました。先にセンサー爆弾を仕掛けてね、車が来たとしても大丈夫なようにしております。できるだけ先に避難させた。薬とワクチンを積んだトラックも何台か出した。これで病院を失っても病人や怪我人の手当てはできる。俺の娘はこの病院で生まれたんだ。まさかそれをコカインラボに変えようとするカルテルから守ることになるとはな。奴らにタブーはないのか。そうだ。だから俺たちが来た。エルエミサリオの部隊はいつ来てもおかしくない。戦闘が始まる前に体制を整えるぞ。了解。反乱軍に奴らの注意を引くように頼んだ。コピーだ。そっちにメンバーが向かってる。オッケー。さっきやな。来たか。待って、危ない。危ないっすね、本当に。クリア。みんな大丈夫か。さあ、もう来ないってわけではないと思うので、少し緊張感を持ってね、待ちたいと思いますよ。もう来ない？やっぱ来たよね。C4 設置完了。ああ、これはまずいな。ヘリやと。
オッケーオッケー。こっちは大丈夫だ。さあ大丈夫かな。オッケー。エリアを確保。こちらボーマン、オコロではうまくやってくれたみたいね。あなたたちの襲撃の。じゃあ次行きましょうか。はい、では、オコロの最終ミッションかな。最終ではないか。いやでもエルエミサリを見つけるってあるんでね、これをやっていきたいと思いますよ。ちょっとね、距離あるんですけど敵がねちょこちょこいるので、ドローン展開。そいつらを配置につく。極力やらんと。上にねユニダットもいるんですね。位置を変えた方がいい。ユニダットの巡回兵だ。めっちゃおるんよね。対応してるんだろう。めっちゃおるから15人になった。えぐいんですね、これが。だからあんまりなんかこうガンガンに暴れていくっていうのは極力ねやりたくないね、できればね。あそこにスナイパーがいる。反乱軍にエリアの偵察をするよう頼んだ。いややばいね。とりあえずそこ2人はじゃあ、はい、ターゲットを排除。オッケー。じゃあどんどん行こうか。あんまりねゆっくりやってるとねバレちゃうんで、外枠から埋めていきたいと思います。外にいるね、敵からちょっとずつ倒していって、移動する。余裕を持っていきたいと思います。ターゲットを発見した。この辺にもおるはずなんやけど、これか。いや多いな。めちゃめちゃおるな。ターゲット発見。中にユニダットのオンパレードやな。どうしよっかな。狙いやすい位置を探す。了解。ターゲットをコピー。移動する。スナイパーはめんどくさいからやってもらおうか。いけるぞ。いける。よし、やった。 OKOK。 さてと、ちょっとずつ進軍するよ。できればその壁のところにペタッと貼り付きたいな。貼り付いて外枠からガンガンやっていきたいけど、外枠入れるんかな。うわー、やっぱ入れなさそうやな。いや降りすぎ降りすぎ。配置につく。狙いやすい位置に移動する。待て、配置につく。了解。ターゲットを捕捉。ターゲットを確認。待機する。合図をくれ。やつはおしまいだ。オッケーオッケー。危なかった。さてと、さあどうしたもんか。ゴーストリコンはこう登れるところっていうのがすっごい限られてるんで難しいんですけど、よし、落ち着いてやればいけるよ。了解。移動する。位置を変えた方がいい。待て、狙いやすい位置につかせてくれ。ターゲット確認。
ターゲットを捕捉。この3人で行こう。戦闘準備完了。狙える。光線を開始する。オーケー。問題ない。大丈夫だ。一緒か。同じ武器やね。さあ、またシンクショットがたまるのをちょっと待ちましょう。ちょっとでも人数減らさんと、下手したら増援呼ばれるからね。あ、サブマシンが思ったターゲットがいる。あれやな、ここもう一回。偵察を要請した。配置につく。ここと。狙いやすい位置に移動する。配置につく。ここにするか。ターゲットを確認した。合図をくれ。タンゴダウン。見つかるぞ。下がれ。マジ？やれるだけやっちゃおうか。オッケーオッケー。危ない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 。バレるバレる。ちょっと待って、バレるバレる。さてと、ただあの真ん中をどうやっていこうか。あれは相当難易度が高いな。配置につくぞ。狙いやすい位置に移動する。待て、狙いやすい位置につかせた。ターゲットを確認。違う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 。待機了解。違う違う。ターゲットを捕捉。戦闘準備完了。違う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 。了解。こっちにしてか。ターゲットを逃がした。あ、逃がした。はい。ターゲットを確認。はい。じゃあとりあえずじゃあここ2人をターゲット排除。はい、オッケー。だいぶやばいよね、敵の数が多すぎる。ほんと慎重に慎重に行こう。ここ6人がえぐいよな。どうしようもねえもん。了解、移動する。位置を変えた方がいい。配置につく。ターゲット確認。了解、ターゲットを確認した。完了。ターゲット、悪党が一人減った。オッケー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 。これであとあの正面だけになったな。あんまりね、高いとこから落ちるとダウンするから、後ろから行くか。で、バレないように行きましょう。ボーマンはエルエミサリオに会うのを楽しみにしてるからな。殺さずに生け捕りにするぞ。コピー。よーし。こりゃすごい人数だ。表7人おるからな。エルエミサリオさん、どちらにいらっしゃるかな。どうやって、あ、ここからが出るな。あらー、皆様、エルエミサリオのご冥福をお祈りください。祖父に顔向けできず死を選んだが、たく、俺たちが追い詰めたのか。やめろ、こいつが自分で選んだんだ。死体を調べる。何か持ってるかもしれない。おい、遺書があるぞ。ボーマン、こちらの。あら、これは困りましたね。死んでる。どうして？自殺した。ラボを失った責任は自分にあると、生女宛に書き置きを残してる。弥生を失望させたことに耐えきれなかったんだろう。ああ、くそ。
エルヤイを追い詰めたと思ったのに。意外とまともだったようだな。期待してた方向に折れなかっただけのこと。さあ、こういうこともある。こういうことは。では次ですね。次はこのままじゃあ上登りますかね。あのカルジータのとこ行きたいと思います。じゃあ今日はね、ここまでにしときたいと思います。じゃあおつでした。